はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の撮影はですね、この背景見たら気づく方多いんじゃないでしょうか。そうです、また中本さんの本店でございます。上板橋の方の店舗に来ておりまして、僕のね動画の方では中本さん結構何回も撮らせていただいてるんですよ。最初は川崎店で、本店さんの方でもう2回ぐらいかな撮影をしているんですけれども、今回中本さん4回目ということで、そろそろ大食い的なね無茶ぶりをお願いしてみようと思いまして、今回はね撮影をお願いするご連絡の際にすり鉢で北極を10倍でお作りいただけないでしょうかと、もうね無茶を承知でお願いしたところを快くね引き受けてくださいまして、本日はその北極10倍をすり鉢で食べていこうと思います。でちょっとね今回の量については、その持ってきたすり鉢がもちろん中本さんの方でも初めて作るので、まあ何人前ぐらい入るかわからないということで、僕の方でも今回どれぐらいその北極を食べるのか未知数ではございます。まあねちょっともう料理の方は作っていただいておりますので、ラーメンが到着するまでもう少々待ちたいと思います。お待たせいたしました。ありがとうございます。6玉の、はい、6玉ありがとうございます。また10倍でありがとうございます。めちゃめちゃなサイズすいません、なんかお願いしちゃって、ということで、ただいまね注文させていただきました。とんでもないサイズの北極ラーメン到着いたしました。今回いただいたのが麺だけで約6玉と、前回ねロシアンさんがこの本店さんの方で撮影した時にすり鉢一度提供しているらしいんですけれども、その時が5玉だったらしいんですよ。なので1回のね提供量でいうと一番多い量だそうです。まあちょっとね、飲みちゃうといけないので早速すいません、いただきます。いただきます。なんかちょっといつもと違ってめちゃめちゃレンゲが小さく感じますね。ちょっとこのねスープからいただきます。あーうまい。うん、やっぱりね大きくしても丁寧にね作ってくださってるので、このね美味しさは全く変わらないです。めちゃめちゃうまい。うん、これねちょっともう見えるかな、上から。これね10倍にするとスープとペーストの間ぐらいのねこの粘度が出てきますんで、ちょっと麺これねスープを持ち上げてしっかり絡ませていきたいと思います。よいしょ。うわすごい、これが麺6玉分でございますね。いつも書かないんですけど、さすがにこの量を目の前にするともうすでにねちょっと汗がじわっと出てきました。いただきます。やっぱねうまいっす、うん、でまたね普段僕、茹で加減も普通でしか頼むことないんですけど、今回ねこれ多いからお気遣いしてくださって伸びないように固めに茹でてくださってるんですけど、うまい、うん、ありがとうございます。うわうんま。でこれちなみにね中本さんの一番大きいサイズだとジャンボサイズっていうラーメンがあるんですけれども、その場合だと中本さんの麺で約 2.5 分の量が入ってるらしいんですけど、今回6玉ってことなんで一番大きいそのジャンボラーメンも2杯以上の今回量がありますんで、大食いのね僕らが吸っても麺がなくなりません。うん、さすがに汗かきますねこれ。今前回ね中本さん来た時もこの動画で、ね、お話ししたんですけれども、やっぱりこの辛いメニューだけじゃなくて辛くないメニューもねいっぱいありまして、それがねめちゃめちゃうまいんですけど、ちょうどね今なんか映画のコラボ限定ということで、鶏カーモというまあ鶏とかねカモ、あとは煮干しかを使ったねチンタン系のラーメンなんかも提供しておりましたね。これ本当にコラボメニューだったりとか限定メニュー結構頻繁にね月ごとに変わっていくので、中本さん行くよって方は公式ホームページとかに限定メニュー販売メニューの方を記載してありますので、チェックしてもらって気になるメニュー食べに行くのもありだと思います。うんうんうん、
と改めて注意点といたしましては、北極、まあ2倍3倍マックスは10倍までねご対応いただけますが、初めての方はねもちろんちょっと辛さが分かんないで完食できないっていう場合もあるので、初めて頼むって方はちょっとねその倍とかっての注文ができません。2回目以降にね美味しかった大丈夫だよって方はこう2倍3倍にね上げていくといいと思います。うん、でね、ちょっと今回トッピング3種類いただいておりまして、まずはこれほうれん草にネギに最後に、まあ、海苔と、僕がね毎回中本さんに行って絶対にトッピングで追加させていただくこの3種なんですけど、これもねちょっと少しずつ混ぜながらいただいていこうかなと思います。これほうれん草だね。ほうれん草は鉄板ですでこれ試したことない方の方がむしろ少ない気もするんですけど、まだね試したことないよって方はぜひこれ試してみてください。ちょっとねそろそろこちらのネギもトッピングさせていただきまして、ちょっとね今日の撮影が本当に楽しみで、朝起きてから何にも食べてなかったんですけど、そのせいでというかおかげでというか胃の粘膜が全くない状態で食べてるので、さすがにね胃がジリジリしてきましたそしたらね、この辺りで最後にトッピング注文させていただきました海苔をね、いいよ、ちょっとね、ここにしっかりね、スープを絡ませて、ほうれん草とネギと、はい、麺絡ませまして、これがね、マジでうまいっす。うんまっ、これね、海苔の香りがもうぴったりなんですよ。すいません、ちょっと追加で、はい、ライスとバターいただいていいですか。ありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございます。これ、ね、今ちょっと追加でこれライスとねバター注文させていただきました。見てる皆様ちょっと辛さ限界なんじゃないかと思った方もいらっしゃると思うんですけど、そうじゃありません。これね北極のおすすめの食べ方は僕ね前回紹介してなかった食べ方があるんで、ちょっとね皆さんにお伝えしようと思います。まずねこれスープをここにご飯にかけます。これ、ね、満足いくまでかけてください。これをでここにバターをね乗っけるんですよ。これね、スープ使ったバターライスがめちゃめちゃうまいっす。いただきます。うまいもちろんね普通にスープとか麺だけでライスと食べてももちろん美味しいんですけど、この、ね、バターっていうアクセントが加わるとよりねこのジャンク感というかこのガッツリ感が増すんで、めちゃめちゃうまさ増します。うん、うまっ。それこそねこれを海苔に包んでもうまいし、他のねトッピングとあえても美味しいんで、ぜひねお試しください。さすがにね、この量を食べてくると口だけじゃなくて顔ね半分ぐらいがね痛くなってきたでもやっぱりね辛さは痛覚なんで結構蓄積してくるんですよね、量食べると。毎回僕も10倍、北極10倍をね食べてるんですけど、やっぱりねだん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 いつもよりも辛く感じてきましたね。ちょっと見えるかな、このバターがこれ、ね、熟熟に溶けた部分、これめっちゃうまそうでしょ。
まっ。じゃあこの辺りね、残ったトッピングも全部入れちゃいたいと思います。具材が余っちゃうからちゃんと食べきるように取っちゃうか。ということで今猫ちゃんのすり鉢の方は具材取り終えました。残りの具材は手前にあるこのご飯と麺と海苔でございますね。ちょうどいいレディースセットになりました今。こちらが、北極10倍のラストの具材でございます。はい、ということでただいまね、こちら北極ラーメン10倍の、麺6玉分のすり鉢完食させていただきました。ごちそうさまでした。めちゃめちゃうまかったですし、それ以上に達成感がすごいですね。さすがにあの10倍をすり鉢で大きく作りますと普段の10倍よりもだいぶ濃く感じました。まあただね、あのジャンボラーメンとかでもまあ同じようなね現象になったりはするので、10倍頼む際もね、ジャンボラーメン頼む際にはちょっとね気をつけて頼んでみてください。で今回ちょっとせっかくね、大きいのいただいたんですけれども、トッピングがまあ3種類ということでなかなか紹介できず、もっともっとねこの北極ラーメンもしくは、ね、他のメニューにも合うトッピング多数ありますので、ぜひね皆さんも自分の好みのカスタマイズをして好きなね、北極ラーメンもしくは中本さんのラーメン食べてみてください。あーいったということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。じゃあねー。